12月2日の今日は日本人宇宙飛行記念日です。1990年12月2日に TBS の秋山豊博記者を乗せた旧ソビエト連邦の宇宙船ソユーズ TM11 号が打ち上げられ、秋山さんが日本人初の宇宙飛行に成功したことに由来しています。秋山さんは TBS 社内の98人の応募者の中から同僚の菊池涼子さんと共に TBS の2人の宇宙飛行士候補に選抜されました。 TBS が調印した1989年時点では毛利衛飛行士のスペースシャトルでの飛行が日本人初になるはずでした。ところが1986年のチャレンジャー号爆発事故で毛利飛行士の飛行が遅れてしまったため、1990年12月2日旧ソビエト連邦のバイコヌール宇宙基地により宇宙船ソユーズ TM11 号に搭乗した秋山さんが初めて宇宙へ行った日本人宇宙飛行士となり、同時に世界で初めて宇宙に行ったジャーナリストともなりました。ソユーズ TM11 号が周回軌道に乗った後、生中継中だった東京のスタジオからの呼びかけに対して、これ本番ですか?という第一声を発したことはよく知られています。翌日、秋山さんは宇宙ステーションミールとドッキングすると、乗組員兼ジャーナリストとして日常生活のリポートを始めました。宇宙空間の実験では日本から持ち込んだカエルを無重力環境に置くとどうなるか、扇子で仰いで移動できるか、自らが被験者となった睡眠実験などを行いました。宇宙ステーションでの滞在中ではひどい宇宙酔いに悩まされ、同乗していた旧ソビエト連邦の宇宙飛行士はあんなに吐く人間は見たことがないと述べていたそうです。8日間の宇宙生活を終え、1989年12月10日に先にミールとドッキングしていたソユーズ TM10 号でカザフスタンのアルカリクに無事着陸。帰還した直後、マイクを向けられた秋山さんは、お酒が飲みたい、タバコが吸いたいと話したそうです。宇宙へ行ってもやっぱり嗜好品は求めちゃうんですね。日本人宇宙飛行記念日の今日は、星がよく見える夜空を見上げて宇宙からの眺めを想像してみてはいかがでしょうか。以上、今日は何の日のコーナーでした。